FC ペトルジャルカは、スロバキアの首都ブラチスラバのペトルジャルカ外区を本拠地とするサッカークラブである。FC ペトルジャルカ1898から FC ペトルジャルカアカデミアを経て2017年に解消した。ハンガリー王国時代の1898年6月7日、ポジョニ体操クラブのサッカー部門として創設された。当初からハンガリーの強豪クラブとして知られ、 1913年には、上、ハンガリー地方のチャンピオンとなった。1918年のチェコスロバキア独立後は、ウィーンリーグに参加した、スロバキア第一共和国時代を除き、チェコスロバキアリーグに参戦したが、1980年代に一部リーグに上がるまで、長らく低迷が続いた。1993年のチェコスロバキア連邦、解消後は、スロバキアリーグに参加した。 2004から05シーズンにリーグ初優勝を果たしチャンピオンズリーグ予選の出場資格を獲得予選ではセルティックパルチザンベオグラードなどを破ってリーグ戦入りを果たした2008から09シーズンにはスロバンブラチスラバとの争いの中オーナーのイバンクモトリークが理由を明らかにしないまま突然辞任一時クラブ解散の危機に陥ったが2009から10 シーズン終了後、公募に応じたスタッフによる新体制で運営が承継され、新オーナーに就任したヨゼフ・ベングロシュムラーチーは、復活してファンの期待に応える意思を込めて、チーム名と運営企業名を FC ペトルジャルカ1898に解消した。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。